分子的混沌とは、期待分子運動論で、衝突する粒子の位置と速度の間には、相関がないとする過程である。つまり、衝突回数は、衝突する可能性のある粒子の数の単純な積に比例するものと仮定する。この禁止は、ジェームズ・クラーク・マクスウェルによって1867年に導入された。ボルツマンによって、ストーサランザッツとドイツ語に訳された。 これによって力学に基づく分子運動論の計算は非常に扱いやすいものとなる。なおこの概念自体は現代のカオス理論におけるカオスの概念とは別の微視的情報が無視されたことによる確率論的乱雑さを表している。特にボルツマンの H 定理でこの過程が重要な基礎となっている。彼は分子運動論を用いて 完全な無秩序状態ではない気体のエントロピーは分子が衝突することを許せば必ず増大することを示そうとした。これが時間対照的な力学から不可逆過程が導かれるはずはないというロシミットの反論を呼び起こした。このパラドックスへの答えは衝突後の二粒子の速度はもはや相関がないというものであった。ボルツマンは分子運動の分布関数を導入するにあたり、 各時間において、これらの相関は無視できると主張した。これを用いて、分布関数に関するボルツマン方程式を計算することで、H 定理が証明される。統計力学の基礎となっている、l ルゴード仮説も、この仮定から導くことができる。このようにして、巨視的不可逆性の概念は、分子的混沌という仮定に還元することができるわけだが、 この過程は分子間に働く空論力が無視できない場合など必ずしも成り立つわけではなく一般的な過程とは言えない。ありがとうございます。